はい、皆さんこんにちは。iPhone XS 発表されましたね。まあ前回のあの動画のリークはまあ当たってたり当たってなかったりしたと思うんですが、まあ今回はね、発表されたということで、買いなのか、どれが買いなのか、買いじゃないのかね、そのあたりを軽くお話ししていきたいと思います。まずはですね、iPhone XS と S Max についてお話ししていきたいと思います。これはですね、まあ、正直結論から言いますと、iPhone X を持ってる方は、アップデートの必要ないんじゃないかなと思います。まあ、どうしてもね、大きな画面、6.5 インチの画面が欲しいって方は、買い替えてもいいと思うんですが、多くの方が、iPhone X でね、まあゲームもそうだし、サクサク動いて十分だと思うんですよ。なのでそういう方はまあそんなにね、 S Max とか S とか10万円以上かけてアップデートする必要はないのかなと個人的に思いました。どういう人が今回ね、アップデートするといいっていうと、やっぱり7とか8使ってる方がアップデートすると結構ね、気分的にもベゼルレスですし違うのかなと思いました。まあ今回ね、 iPhone XR というモデルが発表されたんですが、こちらですね、まあ日本円にするといくらかな、価格的には一番安い 64GB モデルで、84,800円、税別、うん、で一番高いモデル 256GB で101,800円、税別ということなんですが、高いです。はい、正直ね、どうしても空張りがいいって人以外は 10R はおすすめできません。価格的にもこのスペックでこの価格はちょっとボリすぎな感がなきにしもあらずです。まあAndroid と比べると OS が違うんであれなんですが、もっとね、性能良くて価格を抑えたモデルっていうとね、結構あるんですよ。ワンプラスとか、まあ中国製もそうですが、今ね、性能良くて、まあ本当この XR より素晴らしい機種っていうのはたくさんあるので、これはね、ちょっとどうかなと思いました。まあ、個人的には XR にするぐらいだったら、まあもうちょっと頑張って XS、にした方が全然ね、僕はいいんじゃないかなと思います。うん、結構一見、まあ 10S とかと比べると価格がね、安くて、あ、安いじゃん、しかも性能いいじゃんってなると思うんですが、まあ高いです。うん、このね、マジックに騙されちゃダメです。この 84,800円、もう全然ほんとね、ワンプラスとか買った方が全然いいと思います。この 10R と 10S、S Max、何が違うかなんですが、ちょっと見ていきましょうね。まずはですね、もちろん、カラバリが違います。で、まぁ、今回ね、10から 10S になったことによって、シルバーとね、ブラックは前と同じなんですが、ゴールドが増えたということになっております。そして、10R に関しましては、ブルー、ホワイト、ブラック、イエロー、そしてコーラル、サーモンピンクっぽい色になっております。そしてプロジェクトレッドなんですが、このプロジェクトレッドに関しては iPhone 8と同じような色ですね。今回ね、まあディスプレイとしましては 5.8 インチ、6.5 インチ、6.1 インチという感じになっております。で、カメラはまあデュアルカメラじゃないんですが、10R についているカメラも全く、10S と同じものになっております。でですね、まあ、CPU も同じ A12 のバイオニックチップになってて、何が違うかっていうと、防水のね、仕様が違うという感じですね。で、あとまあ、販売容量も違います。最高が 512GB か 256GB という感じですね。騙されちゃダメですよ。名前がね、大層なリキッドレティーナ
HD ディスプレイとか言ってるんですが、まあ、これはまあ、液晶ディスプレイですね。で、解像度がですね、フル HD じゃないんですよ。これがね、いかがなものかと。今時フル HD ですよ。ましてや、この価格出したらフル HD ついてて当たり前ぐらいの価格なんですが、この仕様はね、ちょっと Apple どうかなと思いました。で、あとなぜ、使う使わない別としてなぜ 3D タッチを省いたのか、これもねちょっと疑問ですね。そんなにコストかかるのかなって思うんですが、すごい微妙ですね。であとはまあ CPU も、RAM もね同じっていう話を聞いてますね。であとはちょっとエフェクトがねさりげなく違うという感じかな。まあ、だから簡単に言うと、10S と 10R の大きな違いというと、液晶ディスプレイと有機 EL ディスプレイ、ディスプレイの違い。そして、解像度の違いですね。まあ、ディスプレイが違うんでね。解像度の違い。そして、3D タッチがあるかないか。防水性能が違うということになっております。はい、ということで今日はね、駆け足でちょっと iPhone XS、S Max、XR についてね、話していったんですが、皆さんの感想としてはいかがだったでしょうか。まあ私はね、今回買い替えなくてもいいけど、すごい微妙、未だに悩んでます。うん。Apple Watch はね、欲しいですかね。iPhone に関してはね、微妙ですね。うん、まあ、10R はありません。10S Max かなとは思ってますが、皆さん、いかがお考えでしょうか。あと数時間で一応プレオーダーなので、ぜひね、悩んでみてください。ということです。それでは。